今回はワイルドリフトのレンガを使ったジャングルでの海をご紹介していこうかと思います。どこかのタイミングでかなり強化が入って、一時期バンで、今でも時々バンされるようなジャングルですが、バンの割にかなりのバフの割にはバンもされずに結局使われることなく現状いるチャンピオンだと思いますね。ただまあキャラスペック非常に高いと思いますので、まあ、レートがあまり高くないところ対であれば、まあ、レンガワンパンガブッと、駆け抜けることができるんじゃないのかなという気がしますね。というのも、まあ、スキル1からの、ウルトの飛びつきパンチが平気でもう本当に今育ちまくってれば一撃で10割飛ばせますし、育ってなかったとしても簡単にメイジだったりとかマークス飲んでれば半分ぐらいはぶち抜くことができるパワーがありますので、マジで強いですね。個人的に今いろいろビルドがレンガに関してもタンクだったりとか、まあ、魔法だったりとか、制服持ったゴリゴリするビルド系のかなりいろいろ多岐にわたってあるんですが、今このワンパンビルドする場合はなるべく早めに、シーンだけは買ってください。もうなんだったら初手シーンでもいいんじゃないかな、まあ、それちょっとそれはどうかなと思うかなんとも言えない、ちょっとダメ検証してないので一概に何がいいかはなんとも言えないですけど、シーン持った時のスキル1のダメージがぶっ壊れてる気がするんですね。ワンチャンマジで靴より先に初手シーンでもある、まあでも貫通値欲しいからな、まあ、初手は言い過ぎかもしれないですけど靴シーンぐらいな感覚で買ってもいいんじゃないですかね。マジでめちゃくちゃ本当に痛いですね。序盤の5レベのタイミングでミッドレーナーのメイジがガブッと、まあ、今回だったらベイガーとか敵のバルスとかメイジサポートとかをガブッとやっちゃうとマジめっちゃんこ減りますね。でジャングル周回に関しては、まあ、別に遅くはないしめっちゃ速いわけでもないというようなキャラですが、まあ、基本的にジャックスとか、まあ、中国流行り あのバフスタートからの4キャンププラススカトルとこれとで終わったらリコールして、このタイミングでリコールしても靴は買えますので、基本的にフルキャンプしても靴だけか時々キル絡んでれば何かしら武器1本というところであれば別に5にする必要はなかったりもするので、あとはレンガやっぱり飛びつきのこのパッシブが強いので率先して茂みにフラッシュしていくとかっていうような戦い方をしてもキルラインぐっと広がりますね。であとはウルトからのこの飛びつき、ただ注意心とかあるのがこれマジでミニオンに AA 出ることが多々ありますので、飛びつきするときは必ず対象をポートレートしてやってください。あとはまあできることならウルトをこうやって今みたいな叩き方をすると敵にマークがついちゃうんですね、当たり前ですけど。ところが何て言うんでしょう、際どい位置からささっとウルトインするというよりかも茂み待ちからのウルト叩いて敵にマーク出た時にはもう飛んできてるみたいな叩き方ができるのが一番いいんですが、まあ、私はまだ浅いのでウルトして走り込んでますね。やっぱりレンがいいのがこのタワーの折り性能がスキル1がタワーに有効なのでめっちゃ早いんですよね。なんでまあこれまた中国のサンパでサイオンレンガー TF とかパンテレンガーサイオンとか、どうでしょう、最近のこのヘラルドが弱体化されてしまったけれども、ヘラルドの代わりにあるミサイルキャノンみたいなやつですかね、あれを使って試合時間本当に10分未満で簡単にゲームを終わらせに行くっていうようなやり方があるんですが、まあ、ちょっとそれはパーティーでやらないといけないのと、私未だそれを一回も実践したことがないですね。やろうやろう思って人集めるのはちょっとまあキャラクターが指定されてるのでそのキャラが使えないといけないもんですから、まあ、そこだけがちょっとネックなのかなという感じはしますね。もうやってることは本当に茂みから飛びついてペライやつワンパンでガブッとやるだけですね。でやっぱあとはヘルスローで甘えてるやつをさささっと殺すこともできるのもいいですね。タワー下であっても今みたいな入り方をしてフラッシュアウトすれば逃げることができるのもめっちゃ強いと思います。でスキルの上げ方は1がメイン、2か3かはこれ結構人によると思うんですね、まあ、私は今回2上げましたが、まあなんだかんだ私は 2も強いんですよね。そのダメージが別にこれ魔法か物理か関係ないので、食らったダメージですね直近に対して回復してくれるというすごいいいスペックしてるもんですから、ニスキもちょっとまあ使い方要検討ですね。でレンガに関しても、まあ、カルマと一緒というとちょっとあれですけど、基本的にやっぱ強化1しがちかもしれないですが、2、3どっちもすごい強化素晴らしいですので、かなりいいスキルだと思いますね。
こういう時は悩まずにさっさと。で、合わせてニスキに関しては CC 食らってる最中でも押すことができる、まあ、トリンダムやノウルトみたいな感覚で使うことができるので、さっきのバルスですね、ガツンってやられた時もささっと押すことができるのはすごいいいですね。で、まあ、1押し、まあ、ウルト基本的にはウルトしたタイミングで1押しながらガブッと敵に飛びついて、でその飛びつくタイミングの道中で2を押して、であとは1でスローを入れて最後に強化1打つか、3でスネアをかけるか、まあ、何だったら回復で2を飛ばすと、まあ、結構やっぱり使ってるとガチャガチャしがちで、これ何強化しとるんだっていう時々わからんくなりますが、まあ、基本的に殺しに行くんであればやっぱり1強化、ただ、逃げる敵 に倒しきれないといった時は、まあ、3ですね、当てる子もいいし、でもかなりいいですね、本当に。取られましたね。キャラクターとして非常にスペックは高いんじゃないですかね。バフ具合、今の環境的に、どれを取っても全然環境でかなりいいクラスな、ジャングラーなはずなんですが、その割には、まあ、過小評価されてるというか、ピック率が全然振るわないですね。本当にかなりいい感じで、火力、逃走、追跡、耐え、でビルドの幅、まあ、なんだったら本当にタンクビルドにして2スキで耐えまくることもできるので、かなりいいと思いますね。まあじゃあ使うかと言われたら私はタロン使いますが、決して弱くはないチャンプだと思いますね。まあ、こういうシーンも結局ウルト後半クール長いので、一度ウルト焚きながら敵がいるかどうかはチェックした上でタワー触りに行ってもよかったかな。そう、ウルトは視界取ることもできますので、かなり汎用性が高いですね。でもこの時間でこれぐらいのキル持ってればもう裏から何かに飛びつければ一発ですね。こんな感じですね。めちゃくちゃ本当に敵からしたらすっげえつまらんと思いますね。金持ったら無茶できるアサシンの中の一つだと思いますね。敵を倒しました。まあ、このままプッシュして終わったかと思いますので、以上レンガージャングルでした。